山本雄三氏の境地。宮本百合子。今日、山本雄三氏の読者というものは、随分広い社会の各層に存在していることであろうと思う。おさらぎ次郎氏などの作品も、吉屋信子氏が読まれるとは別のところに多くの読者を持っていることでは、山本雄三氏と同様であろうが、作者と読者との間にある共感の種類は、必ずしもこの二人の作者におて同じものであるとは思えない。おさらぎ次郎氏の近作、なだれ、などを見ても、読者がおさらぎ氏に惹かれるのは、この作者のこの作者らしい人生鑑賞のある気分、現代のインテリゲンツィアの一部の人々がよかれあしかれ実際に持っており、あるは紛争としてポーズしている知的情感的なある気分の、文学的表現の味に魅力を感じているのであろうと思われる。おさらぎ氏の読者たちは、おさらぎ氏の作品のうちに、自分たちの現実の姿の断片を発見し、さらにその発見によって、自分たちの、実質は案外に貧弱な現実を、いささかの雰囲気で装飾することをも見習うのである。山本雄三氏の読者たち、山本氏の作品から何かを期待している人々は、そういう気分を主とした気持ちより、もっとずっといわば野暮臭いものを持って作者に向かっていると思う。何か人生的な、何か社会の指針的な、何か誠実な生きてゆく人間の姿の表現を読者は山本雄三氏に求めている。山本雄三氏と読者との結びつきは、どこかただ面白い小説という以上のものに対する暗黙の契約の上に立っているように見えるのである。そして、このことは、今日の社会における一社会人としての山本氏に対する信用をも醸し出しているのである。この間、氏が今日このことがあったとき、山本氏が文筆の上で示した態度は一般の記憶にまだ新しいことであるが、ああいう場合に限らず、山本雄三氏は、他の多くの作者たちに比べると昔から、社会的な行動の多い人である。作品を書くことは、一つの極めて現実的な社会的実践であるが、その他、作品以前の問題として、社会関係の間に処して作者が行動する。その行動において、山本氏は現代社会の不合理のある面に抗議的に行動してきているのである。例えば、1922年に楠山正雄氏と朱に連れる戦集を編集してその印税の全部を敗戦国の老文豪に送ったことも、単に山本氏が独文出身だからというだけの内面の動機ではないであろう。戯曲家としての氏が、自作の上演にあたって劇場側の態度が悪い場合、勝手に改作したり、無断上演したりした場合、法律的手段によっても作者としての正当な権利を主張してきている例は今日まで一切に止まらない。最近にも、放送局との間に、同種類の問題が生じて、山本氏は自作の放送を中止させたことがある。山本氏は、封建的な芝居物の社会で、作者が従来置かれていた隷属的な地位を引き上げなければならないという、ある意味での社会的関心から、誰にしろ嫌に決まっているいざこざに耐えて主張を押し通そうとしたのであった。日本の資本主義の機構の中で、作家とその作品というものは、多くの場合芸術家とその芸術というに値するだけの社会的重視を持たされないし、また持たせうる作者も少ない。
山本氏が放送局と正面衝突を辞さない気持ちの根底には、そのことに対する鬱積と爆発とが伺える。何でも一心の打算と安寧からだけ身体従る現今の人心を、良いと認めることのできない常識に、こういう山本雄三氏のある程度の社会正義感の発動は、少なからず触れるものを持っているのは自然である。山本雄三氏の正義感は、常識を備えた今日の一般人の胸の中に造せられている正義感の分量にちょうど具合よく触れていき、その扉を叩き、そして平凡な日常の中にそのまま通り過ぎてゆく。読者のうちに新しい疑問をかき立てて、その人間が鏡を取って改めて自分の顔を見直さずにおられないほどの不安を転嫁したり、その人の営んでいる今日の生活の底が、ああ破れてしまったと感じさせるほどの震撼を与えることもない。山本雄三氏の作品を読むと、人々は作者の正義感を心よく共感し、そのことで自分の人間らしい、正義の感情を楽しみ、日常的な努力感を刺激され、同時に、ますます今日のそれぞれの日暮らしの姿を肯定する気持ちを励まされる。ところで、今日の私たちの日暮らしなるものの土台は誠に矛盾同着甚だしいものがあるのであるから、作者山本氏の与える種類の正義感の満足には一面に、その当然の性質として大きく現代の上等と妥協せざるを得ないところがあるわけである。いな、あるわ。他の多くの作者が何の抵抗をも示さず頭から現実のことを是非から憎くしているに対して、人および芸術家としての山本雄三氏は一応矛盾をも指摘し、それに抗議せざるを得ない人間の心情をも取り上げ、思考してあと、一般の温順な市民がそうである通り根本的な妥協への道を開いてみせている。その自覚された妥協こそ、山本氏の読者が一層山本氏の不安の恐れない正義感を我が身に近いものとして感じ得ているところなのではあるまいか。私は、この微妙なあやをもって山本氏の芸術の中に織り出されている社会的正義感の姿に深い興味を動かされるのである。5、6年前改造社から一冊の大型で山本雄三全集が出版された。最後に1931と瀬までの年譜が付されている。極めて簡単に記されている年譜ではあるが、作家山本雄三を理解する上には大切な役割を示している。本名雄三、山本保さんは1887年、明治20年に、栃木町に生まれた。父は宇都宮の藩士であったが、維新後裁判所の書記を務め、雄三が生まれた自分は小さな呉服商を営んでいた。生まれつき弱い赤坊であったことが書かれているが、兄妹について一筆も触れられていないところを見ると一人息子であったのだろうか。体の弱い雄三は高等小学校を卒業するとすぐ浅草の方の呉服屋へ奉公にやられた。奉公が嫌でたまらず、本を読むことが好きな状態も想像部でない小僧の生活が、どんな苦しいものであるか。変わり者の、役に立たない小僧として扱われ苦痛から翌年逃げ出して家に帰り、学校へ入りたいと言ったところ、父親は、学問なんぞさせると生意気になると言って許さず、家業の手伝いをさせられた。当時の士族上がりの父親たち一般の者の考え方と比較して、これは珍しい。なぜなら、その頃の士族たちは、
自分に息子でもあればなんとか一つ学校でも出して当時有功の官員様に仕上げ、明治の社会に異界君等の片派でももらうことに儚い幻を書いているのが通例であった。雄三の父親が、息子に学問を許さなかった心持ち、生意気になると、憤激をさえもってそれを阻止した心持ち、そこには何があったのだろう。この作家の少年時代の工学心の具体化は常に父親のそういう態度との格闘をもって、苦学の実力でもって結果的に戦い取られていった跡が見える。18の年、幾度か父親と衝突した挙句、ようやく母の取りなしで上京。正則英語学校予備校に入ったこの時の優美は帰化というものを知らなかった。それを幾縛と呼んで友達に笑われた。だが、翌年の秋には、東京中学の2年の2学期の補欠試験に合格している。6校に入った時、父初めて喜ぶ、と突起されているのであるが、秋に、父が死去したので、入学を取り消し、火事の後始末をするため、荷物を背負って商いをやる、1908年。火事整理の傍ら、受験勉強をなし、再び高等学校の入学試験に応ず。学科試験には有料の成績で9代したが、体格検査の時、風邪をひいていたため、病弱就学に耐えざる者として不合格となる。体格の再検査を願ったが許されなかった。1909年。三度高等学校の入学試験を受け、和高文化に入学。1910年。あるドイツ語教授の非常識な採点法によって、学年試験に35人のうち17人落第させられる。そのうちの一人となる。8月、足尾銅山に遊び、処女作、穴、一幕もの、を書く。この作品は河村歌謡詩を通じ伊原生成演の、歌舞伎、に載せられた、1911年。名古屋のある素人劇団によって、穴、が上演された。その頃学校を休んでは、大入場に入ってよく芝居を見る。以前にはかなり勤勉な学生であったが、落第して以来、勉強する気と身になくなる。この気持ち大学を卒るまで続く。夏、北海道及び樺太に旅行、1913年。東大独文化専科2年生。学校にもほとんど出席せずふらふらした生活を送る。井上正雄、増本清志らと計り野外劇を総務。1914年。第三次、新市長、を起こす。女親、三幕、を同士に発表。二校で高等学校の検定試験を受け9代大学の本科生となる。学士欠乏し、郷里の大塚氏より10ヶ月間恩赦。1915年。大学卒業。井上正雄は浅草に出演せしむる橋渡しをする。同一座の作者となったが、2月目に意見の衝突をして飛び出し、その暮れ、秋月、川上、北村一座の作者となり、舞台監督をやる、1916年。幕内の生活に耐えられず、これも3月目に逃げ出す。しみじみ自分の無力を思う。精進の気にわかに高まり、岡本一太郎氏夫妻から最小限度の生活費を10ヶ月間恩赦。すべてを勉強に打ち込む。傍らストリンドベリーの、忍ぶようを翻訳し、洛陽堂から出版。1917年。
舞台協会の監督となって武者の工事の、その妹、を演出する。この年結婚したが間もなく合意の上離婚。山岸博士の推薦によって早稲田大学の講師となる、1918年。期すべきほどのことなし。ただかなり真面目に勉強し続けていたので、腹の中に何かがようやく発育し始めたような気がする。1919年、津村教授、を帝国文学に発表。一向の批評も受けず、黙殺される。本田花子と結婚、1920年。人間、正月号に、生命の感、を発表。2月明治座に上演。翌月さらに大阪なにわ座において続演。初めて戯曲家としての存在を認められる。津村教授、と二つ合わせて戯曲集、生命の感、を新潮社より出版す著者の作の書物にまとまりし最初のものなり。4月、緑子殺し、を、第一義、に発表。10月文芸座によって、津村教授、初演。菊池、久米、岡本、中村白戸劇作家協会を創設。34歳の時である、翌1921年。坂崎ではの神、を発表。翌月市村座で初演。緑子殺し、有楽座で初演。1922年。女親、帝劇において初演。大倉喜八郎一夜帝劇を倍切り司祭、女親、の一部を改めて上演せしことを知り、劇作家協会と共に立ってその日を鳴らし、ついに帝劇を謝罪せしむ。主に連れる先週をこしらえて印税を全部送ったのもこの年のことである、1923年。早稲田大学講師辞任。同志の人々、海彦山彦、など。1924年。震災で演劇雑誌が全滅したので、劇作家協会が主体となり、新潮社から、演劇新潮、を発行。押されて1年間その編集主任となる。熊谷蓮夫坊、大磯が良い。女中の病気、スサノオの命、1925年。松竹キネマ制作の映画、坂崎ではの神、和戯曲、坂崎ではの神、の著作権を侵害せる事実明白なるにより、劇作家協会の講演を得て社長大谷氏を襲う。国民文芸界有志の熱心なる朝廷に動かされ、和解す。その最小地区より手出せ資金円は著作権法改正運動に使用する条件を付して劇作家協会に寄付する、1926年。劇作家協会と小説家協会と合同せしめ、真に文芸家協会を作ることに尽力す。この年、40歳になったこの作者によって、初めての長編小説、生きとし生けるもの、が東西朝日新聞に書き始められた。続いて幾多の戯曲、女人愛し、を含む、と、波、1928、風、1930、等の長編小説が発表された。193人と世で終わっているその年譜の最後の項は次のように結ばれているのである、政府の議会に提出せる著作権法改正案に対し文芸家協会案を下げ修正を迫る。これに関連し、東京朝日新聞、市場に、我らの主張の根本用紙、主として著作権法中、教科書の無断再録について、を執筆す。我々の意見ほとんど全部容認され、右議案2月末帰属院を通過す。
衆議院を通過することもまた決定的なり。46書院より議局衆、女人愛し、を出版。風、名を継続。3月末完結の予定、その後、女の一生、真実一路、に続いて目下、路傍の石、が東西両朝日新聞に連載中である。さて、この自伝の概略から、読者はどういう感銘を得るであろう。ここには、一人のなかなか人生に食い下る粘りを持った、負けじ魂の強い、浮世のハローに対して足音を張っていく男の姿がある。自分の努力で、社会に正当であると認められた努力によって勝ち得たものは、決して理由なくそれを外部から侵害されることを許さない男の姿がある。人生の路上で受けた日常の恩を忘れず記載し、また人生の路上で受けた不当な軽蔑や無視については生涯それを忘却することのできない執拗な人間性の姿がある。高をくくって軽く動かそうとされると、猛然感を立てるけれども、いわゆる条理を尽くしておりってこちらの面目をも立てた形で懇談されると、そこを押し切る気がくじける律儀で常識的な市民の面影が彷彿としている。50年の生涯にはたくさんの悔しい涙、気づけられた負けじ根性を通じての自己の存在の主張がなされた。生きとし生けるもの、のついでこの作者が、どんな形をしていようとも、この世に生を受けているものは、必ず何らかの意味におて、太陽に向かって手を伸ばしていないものはないと思います、と言っている言葉には、不如意な境遇と戦ってこの矛盾の多い社会に自分の名札のかかった生存席を占めるために音のない、しかし恐ろしい競争を経験した者の考えが込められているのである。山本雄三氏は、かようにして獲得された今日の彼としての成功に至るまでの人生の経験から、次第に一つのはっきりとした彼の芸術の脊髄的テーマとでも言うべきものを掴んできているように見える。それは、予備条件として在来の社会機構から生じた括弧人間のごく閉塞な生存競争の必然を認めつつだが、究極のところ、人生の意義というものは、人間対人間の目前の勝敗にあるのではない、持って生まれたものを誤らないように進めてゆく、それが主要、であり、そのためになすべきことをひたすらにやっていく人間の正義、義務、試み、感激のうちにこそ人生の価値が隠されている、という一貫したモラルである。熊谷蓮お坊という戯曲は、この作者の脚本として決して優れたものではないが、以上のようなこの作者の人生及び芸術的骨格を全く透き通しに浮き上がらせている意味で、見落とせない性質を持っている。山本雄三氏は、この根幹をなす生涯のテーマから出立して、さらにその人間としてなすべきことの内容と経過とその帰結と商工上手、小学校、中学校、大学等の教師、下級中級サラリーマン、勤労婦人の日常葛藤のうちに極む窮し描き出そうとする戯曲において、題材は時に神話に遡り、封建の武人生活に戻り、西郷南須から沖地にまで広がるが、根本の課題は常に変わらない。そして登場する人物、配役も、少なくとも、津村教授、から、真実一路、に至る間は、小説と戯曲とでいくらかの違いこそあれ、これもいささか注意深い読者ならば、
おのずから心づかずにはいられない反復をもって、夫以外の男と恋愛的交渉のあった妻、ある妻。その女に対して、人間としてなすべき道義の自覚から行動する男。それに母のない息子、悲願だ息子、希望されずに生まれた子、血の信じられない子らが絡んで、なすべきことのショブアリエーションがそうせられているのである。山本雄三氏の文章が、平明であろうという特徴は、この作者の値打ちの一つとしてすでに十分評価されている。もう一歩迫って、文学的に見ると、この作者の持つ文章の平明さは、鮮明な描写によって読者の心に引き起こされる立体的なはつらつたる継承の鮮やかさではなくて、根節に作者の思惑を読者に向かってと聞き聞かせる説明的文章の納得しやすさである。文学的な好機というものは誠に乏しい。けれども、作者がその人物に言わそうと意図している範囲では勘で含めるように言っているから、わかりやすい。平明であるという値打ち高い特徴とともに、この作者の持ち出す人間の言葉にも、人間そのものにさえ性格的な色調というものは極めて薄い。それぞれの人物が、現実の中から生のまま切り取られてきていて、時には作者を打ち負かすと思われる肉体的、感覚的な動きを示すのとは全く反対に、各人物は作者山本雄三が編み立てた事情を展開してゆくための説明として、裏腰を通して、私ども読者の前に出され、物言い、動くのである。そして、司祭に作品の現実に入って眺めると、この作家が作品の主張として主観的に提出しているこの人生におけるある道義、正義、正義というものの実質が、もし真実この社会に要求されているならば、当然その可能のために作者がよく言う通り、望む望まないにこだわらず承認され、評価されなければならない社会の客観的な正義、道義というものと、案外にも食い違った代償の歯車となって回転していることを発見するのである。この作者の有名な長編小説に、女の一生、というのがある。今から4年ばかり前、ちょうど日本では左翼の全運動が歴史的退潮を余儀なくされるに至った始まり頃の作である。本屋へ行って、女の一生、とだけ言って尋ねれば、店員はもうパッサンの、女の一生、を持ち出してくるのである。が、この傑作と同じ題をつけたところにこそ、作者山本氏の息の高いものがあったと思われる。モーパッサンの書いた女の一生ではない女の一生を山本氏は私たちに示そうとしたことは自明である。フランスの旧教の二層教育に閉じ込められて、白く脆い一輪の無垢な花びらのような貴族の娘が、結婚の第一日から夫に欺かれ、やがて息子に捨てられ、悲惨にこの世を終わった。そういう受け身な一生ではなく、女が自分から自分の道を選び、それに責任を持ち、人間として女として完成しようとする女の計画ありしある一生を政子の生き方で語ろうとした作である。幼なじみでこの模式を持っている男を親友が愛人としてしまったことから、近子は深く苦しむが、年頃の女には、結婚の他には生活がないように考える世間の習慣に批判を持ち、結婚というものも、せいぜい生きていく上の一事件ぐらいにしか考えていないという気持ちに立ち直り、
シカ子は兄の結婚を動機に、医学の勉強を始める。シカ子は自分を一本の牛乳瓶に例え、それがちょっとした心の動乱で、ひっくり返らないようにするためにはしもに重い金の枠をはめる必要がある。難しい学問は、難しい職なりはいわば重たい金の枠だ。そういう基礎が置かれてこそ、初めて平和一本立ちができるのだ、と考える。必ずしも全面的に納得はできないこういう動機で医学生になったシカ子は、その専門学校を卒業する近くから、ひどく生活の空虚感、乾燥に苦しむようになり、再び一つの疑問が彼女の前に現れた。こういう汚い仕事をする人がなかったら学術は進歩しないわけだけれど、しかし自分のような女までがこういうことをやる必要があるだろうか。男にだってできるこういうことでなく女なら、女でなくってはできないという仕事は、それは何だろう。きっかしい自分に思い枠をかけるのが目的で、難しい学問である医学を選んだシカ子の、今懐疑的になってきた心の目に、自分の幼馴染との間に生まれた子をおんぶしたかつての親友の若い母としての姿が浮かぶ。そして、高等な学術を研究している自分の方こそ断然由美子に勝っているものと今まで自負していたのだが、シカ子はたちまち奈落に墜落したような気持ちになった。実に執拗に意識されている作者の勝敗感と、目合は男あっての女で、あるというこの作者の動かぬ婦人感が、ここにくっきりと濃くされている。シカ子は、こういう内的状態で、交渉というドイツ語教師と結びつく。急に進んだこの交渉は政子に何か不安を抱かせるのであるけれども、彼目屋は、相手が性の知れない人なら別の話だ。地位もなく、人格もないような男なら、それはもちろん考えなくてはいけない。しかし相手は大学を出た人だ。高等学校の講師だ、というよりどころで安心する。シカ子が自分の妊娠を知って正式の結婚を求めるが構想は、シカ子には話さなかった病妻があり、堕胎を迫る。シカ子はそれを強く拒絶する。国宝を犯すことが怖いというより、体内に恵んだものを枯らしてしまうことが怖しいのだ。どうにか育てられるものなら、そのために、よし自分は屈辱を受けようとも、生まれいずるものは生まれさせなければいけない。そして、シカ子は私生子として第一の出産を行うのである。生まれた男の子はマサ男と命名された。マサ男、マサ男、シカ子にとっては何よりもマサ男である。やがて交渉の妻が病死し、シカ子は失職する。子供を抱えた生活が脅かされ始め、シカ子は、結局女に残された一番万全な職業といったら細工業の外にはないのだろうか。これなら一生食い損ないはないのだ。と、細工をなくした医者の5歳の縁談までを、一旦断りつつ、あんなに急に断ることはなかったのかもしれない、とさえ思う。しかし、もし結婚するのならそんな知らない人よりも、気心もわかっている交渉と、前のことなんかすっかり水に流して夫婦になっても良いと思うのである。交渉と家庭を持った後も医者として勤めに出ていたシカ子は、やがて子供の教育には、母が家にいなければならないことを知り、勤めを辞める。パパとママとどっちがいいと聞かれたので、どっちもいいと答えけるかな。子煩悩な両親と一人息子の生活は、
作者の根気良い筆で子供の探求心の問題、性教育の問題にまでほとんど育児教科書のように触れていっている。今や正雄は青年となった。正雄と高校等2年生にした20年の歳月は、高尚と近子との生活をもいつしか変え、彼らは郊外に木造の精進まりした洋館を新築した。家はできるし、生活の不安はないし、正雄と子の成績はいいし、一家は和平に満ちていた。しかし、時川は、近子が正雄と子に風邪をひかすまいとばかり心を配って生きてくる間に、風波の高いものとなってきている。高層夫婦は、正雄と子の帰りが遅くでもあると、まさかそんなことはないと思うけれど、一つの流行りだからな、と息子が赤になることを警戒し、息子の書斎を調べたりする。ハイネの、あった、トロル、を、呼んでいるようだと、よほど注意しなくちゃいけませんね。もちろんだ、売っちゃっておいたらそれこそ大変だ。こういう警戒にもかかわらず、己は赤の方の心配さえなければ他に心配はないよ。というまさにその心配が落ちかかってきて、息子は捕まる。近子は警察で息子に会い、父親の地位の危うくなることや息子の親友の一人の名を発表したりして、正雄と子を泣き落とそうとする。釈放されてきた正雄は政子に合力の、母、などを読まそうとするのであるが、近子の考えは、近子は、生活や教養が違っているから、息子をとっつらまえる方が間違っているんだと、そう単純には思い込めず、パーウェルの母とは楽に、向きになっている息子を沈めることこそ、現在のような事情のもとにあってはむしろ母親の務めだ、という考えを固執している、誠はついに家を出てしまった。高層は悲嘆のうちに死ぬ。近子は不安の絶えないその後の生活のある日映画の、丘を越えて、を見物して、心機一転した。近子は、丘を越えて、の母親の生き方の不甲斐なさに刺激され、目あは年を取ると子供の外に何もないのがいけないのじゃないでしょうか。母親は丘を越えて養老院へ入ることじゃなくて、もっと大事な丘を越えなくちゃいけない。女には二つの出産がある。肉体的の出産ともう一つの出産が、肉体的の出産によってメアは母になる。そしてもう一つの出産によって母親は人間になるのだ。近子はそれによって、子は社会に生まれ、母は社会に生きるのだ、ということに思い至る。そして、長い苦しみの中から初めて光を認め、また元の仕事をやっていく決心をする。波、風、等に比べて、はるかに意欲的なこの作品は、ある労働者の赤帽を取り上げてやった女医である近子が心よく早朝のラジオ体操の掛け声を聞くところで終わっているのである。私は、この作者の生活意識をこの作品までに高め、力あるものとした当時の若い時代の圧力というものを、実に意味深く感じ取らずにはいられない。作者山本雄三は、彼の精神をまどろましてはおかない社会の刺激と摩擦とにこぶされて、従来日本のこの種の小説が人情悲劇のクライマックスとして置いた限界を突破した。第一の出産に加えて第二の出産の必然を、常識の中にはっきりと据えてみせたのである。この作品は、少なくとも同じ作者によって書かれた従前の諸作のうちでは、この作者の主要なテーマ、
何をなすべきかが積極的に答えられている点でも傑出したものであることに疑いない。ところで、私は読者と共にもう一度この作品の中へ潜っていってみたいと思う。そして、心に印された一つ二つの質問について考えてみたい。山本雄三氏に向かって、赤にさえならなければという親心を客観的に批判し観察していないことを云々することは無理であろう。そういう思想を時代の圧力として、いずれかといえばリベラルな立場を持っていた父親交渉を、通俗に中途であっさり病死させている作者の手法の陰に、この作の中途で警視庁に呼びつけられたりした作者の語られない苦衷があるのかもしれない。私たちは読者として、そういう書店については強行やる節度を守るのであるが、山本氏として、この作者の建前とする範囲内で、しかも、しかこの住んでいる世間並みのいいこと、悪いことの評価と、正男の行動に対する歴史的な意味についての無理解とが、世俗的な分離のまま一文も深められていないのはどういうものであろう。作者は、しかこうかつて不正な町医者と正義心から戦った女として書いている。法律の制裁が怖いより、が心が許さないと堕胎をしなかった若い女として書いている。新聞の脱税事件、収賄事件に興奮を感じざるを得ない雅子である。息子に真理を教えようとして、今日の日本の母としては最も進歩的に性の教育にさえ乗り出した母であった。パーウェルの母のようにできないことは、彼女の小市民としての環境から頷けるとして、果たして、現実に近子が声の無限の愛を抱いて生きているならば、そういう、世間を知らない、一本上司の、若者らが、この社会の不合理に突き動かされて、様々な困難に飛び込んでゆく、その純な心根にこそ、まず可憐に耐えぬ万国の涙があろうと思う。自分が正しいと信じた上は、屈辱に耐えて死生死を思うとした近子の心は、子に対した場は誠に俗人的になって、真理を愛し真実な生活を営むような人間にしたい、ことと、子供に、社会の中枢に立って立派に働いてもらいたい。心持ちと、いつの間にやらごったにしている。この近藤は作者によって計画的に取り上げられているのではなく、作者の内部にあるものがむしろ自然発生的に作品のうちにその反映を見せているのである。人間の社会、この人生は、明らに、真理を愛し、真実な生活を営む。人間の日常生活が取りもなおさずその、社会の中枢に立って立派に働く、ことと一致したものでなければならないはずである。けれども、今日の社会の現実は、そのような人間的調和を持った社会生活の中で、各人が持って生まれたものを素直に誤らず伸ばしてゆく可能を奥深りまで奪っている実際である。社会の中枢で立派に働くことと、真理を愛し、真実な生活を営むこととの間に日夜の相克があるからこそ現代の真面目な青年たちは苦しんでいるのであると思う。そういう青年たちの親の不快臭と心痛とがあるのである。そして、山本雄三氏の小説に心を惹かれる読者層の大部分こそは、実にこういう苦痛を持った人々ではなかろうか。この社会的矛盾の間に、人間らしく生きようとするには、何をなさなければならないか、いかに生きるべきか。山本雄三氏が十数年来、
芸術のうちを一貫させてきたこのテーマは、現在新しい隔離で多くの人々の生活のテーマとなっていると思う。元来、この作者は、己の子、というものに対する親の側からの態度について特色的な根強さで探求を繰り返している。なみ、で作者は、子供は要するに社会の子として見るべきであり、親子の関係はメディシンボールのようなものだ。落とさないように、汚さないように次の人に手渡すのが第一だという結論に到達した。2年ばかりの年月は、女の一生においてさらに自分の期待を裏切られた親を、株で吸った人間の落胆に比較せしめている。しかこの失望に対して、往年の幼馴染み、翔次郎は言っている。善悪、子供の出来がいい。それでなけなしの金をつぎ込んで大学へあげる。子供の出世を夢見ていたところが子供は横道へ逸れてしまった。思惑がガラリと外れたんであんな風になったんじゃないんですか。株に失敗して気が違う人間がよくありますが、あれもまあそれと似たり寄ったりらしいですね。息子に投資して値上がりを待っていたら突然ガラを食ったというようなものでしょう。地道な子を育てようとして、そういかなかったとしてそれは母だけの罪ではないことを作者は認めている。子供のことはもう家庭の中でだけ解決した時代が過ぎた。そのことをも作者は認めている。だが、いわゆる、それた若い者たちの、そのそれる必然のことわけが、世間並みの良し悪しとどんな道義的関係にあるものかという読者にとって最も知りたい点を作者山本雄三は、若い者は誰も登ったことのないような高い山に登りたがるものでしてね。どうしてあんな危うい、骨の折れることがやってみたいのか我々のような年配の者にはわからないんですが、というような表現で、いわばコスクミを交わしているのである。1920年にこの作者によって書かれ、出世作とでも言うべき作品となった、生命の勘、で、山本雄三氏は、その悲劇的主人公有村光太郎をいかに生かしたであろうか。この主人公は、商人の務めは儲けるばかりが能ではない。商人の本務は契約を守ることだ。善悪、金に沿っても沿わなくても自分のやることはやらなくちゃならない。と言ってイギリスとの取引契約の遂行のために、あえて商売屋だから破産させられることを辞さなかった。作者は、この主人公を中心から支持し、登場人物の一人である医者の口を借りて、はっきりと次のように言わせている。悪い結果が来るから悪いことをしないのではない。結果の遺憾にかかわらず、人はしなくてはならないことを、しなければいけないということです。なあ有村さん。そうではありませんか。しかこもその事実を認めている今日の社会的悪の問題は、波の中で言われているごとく、決して一つ一つのボウフラじゃない。ボウフラの枠溝にあるのだ。その大溝が掃除されんうちは、いつになったってボウフラは絶えやし、ないのである。では、その掃除はどのようにされるべきなのだろう。作者は1928年に書いた、風、の中でそれについて、祖師にこういう意味を言わしている。生活というものは、鉄道線路のようなものではない。川のように野原を流れてゆくものだと思う。川は、両側に岸があって、水はいつもその間を流れるもののように思われるが、それは違う。
岸があるから港はその間を流れるのではなく、川が流れたからこそ岸ができた。この岸からは消え出ちゃいけないと言ったって、水の税とその地面の工程で川の流れはどうにでもなってゆく。これは国とか社会とかいうものにも当はまる法律だの道徳だのというものも、あれはやはり大きな川の岸のようなもので、そういう川になるとなるだけ流れが変わらないようにしようと思って、高い土手を築いたり、コンクリートの堤防を作ったりするけれど、そんなにしたってそれが流れに役立ったものならいつか大きな洪水が来て、きっと包みを切ったり、コンクリートの上を乗り越したりする。どうかすると、そんな堤防を置き去りにして、まるで違った方にどうと押し出すこともあると思う。田舎になんか行くとよくあるじゃないの。昔アスコンとコアの川が流れていたんですなんて、長い土手のダウネの中に置き棒られたように続いているのが、あれはつまり滅びた法律、滅びた道徳のシンボルよ。川の流れはおびただしい水の圧力となって流れているのではあるが、川にはいつもその包みを噛み、包みと昼夜を分かたず摩擦してやがてその岸を必然に従って変えてゆく戦闘の力としての河岸沿いの水というものがある。中核の圧力を込めて伝えて岸を打ち、港の力が壊した包みの土の下に埋まることもあるこの岸沿いの下水の意味を女の一生の中で作者はなぜ認めないのであろう。何にしても生活が根元だということ、思想というものは母の愛とか肉親の愛というものよりはるかに深いものであることを取り上げている作者は、驚くべき変化であると同時に恐るべき変化として若い時代の関心が社会に向けられていることを眺めている。昔は地震、雷、火事、親父が怖かったが、今では、地震、雷、火事、息子、だと交渉のモスク症は、あながち交渉の身のものだと言えないものがある。自分を良い母と自認している近子が、どんなに良い母だって、息子に出て行かれてしまうのだ、という結論から、再び医者として自立する心理の過程に、私は一応の積極的な意味を認めると同時に、現代の中流家庭内に起こりつつある何か深刻な親子の利害の対立と分離と、親が子に対して従来の生活を防衛しようとする小市民的な本能の反映を作者の内面から指すものとして感じた。例えば周囲の事情によって正男が親の家を出てしまったということだけについてみれば、それは家を出たことであって、決して親を捨てたのではない。ところが近子は息子の家出と自分らの捨てられたことと同時に感じており、作者もまたこの感じを近子の感じの中に置いてみている。近子は、なぜ自分らが良い親であったはずだのに捨てられたと感じなければならないかという、最も人間の真実ある交渉の機微に触れた点へは、さも生殺の目を向けていない。私はこのことをこの作者らしくない粗末さだと思う。近子はなぜ、子供は生まれた時すでに自分から離れていたのだ、と定感する前に、そもそも人間の本質的な離反とはどういうものかと考えなかったのだろう。人間交渉に真実を目指すのが特質であるこの作者が、どうして、近子の自分の子ばかり取り返そうとするエゴイスティックな態度が正男を心から離れさせたのであること。母、自分の母、他ならぬが母が、
自分の子ばかりをかばおうとして自分が身をもって守っている友人の名を口にすべからざるところで口にしたことに対する正男の興奮。それが母であるからこそなおさら耐え難い苦しみと憎悪を感じさせ、本質的に母を捨てた心持ちになったのだということを。幾万人かの母のために持ち前の道義的根節さで説明し得なかったのであろう。これは、十分この作者として取り上げられる種類の人間的特技心の問題である。こういう特技は、パーウェルの母であるとかないとかいうことではない。台所高所から自分と我が子の運命の意味を見通して、互いに傷つきながら揺るがぬ情愛を持つ神は、現在の世の中に全然ない例ではない。女の一生、で最も重大な近子の、第二の出産、も、子にばかり頼る不甲斐ない母であるまいとする日暮らしの運び方が強調されていて、母親というものは産むもの、想像するものである。というけなげな自覚を内容づける母としての愛の高まり、拡大、愛の驚くべき健康さが働くならば、去った息子との間に新しい精神的接近の試みがされるであろうこと等が、全く取り落とされているのは、非常に惜しいと思う。近子の第二の出産においてのしっかり具合の中には、作者によって彼女の人道的異様が触れられていても、なんだか固く、自分の身を守る決心をした女の底冷たさが流れているのはどういうものだろう。息子との間は、生活的本質で立たれっぱなしで、そこはそれなりで、しゃっきり腰を引き立てた近子の姿は、人間的豊富さにおいて物足りない。野上八重子氏の若い息子における母の感情を近子の場合と比べて感じるものがあるのは私一人ではないだろうと思う。若い息子の母親はやはり高等なまの母である。やはり生活に不安はない家庭の母である。息子が引っ張られたりすることはもとより嫌いで、密かに息子がそういうことにならないためには大いに努力している小市民的な母ではあるが、避けがたいことが起ころうとする前夜、彼女は出て行く息子に、色のない唇でわずかに囁いた。寒くなるから、風邪ひかないでね。母さんは、と、これはキレキレな、取り乱した言葉である。が、切られない目で息子の心中にある何者かの横へまでこの母は思わずすり寄って言っているのである。波、の中にある言葉に従えば、山本雄三氏はこの社会という汚い大溝へ、せめて清水を流し込もうとしている一人の作者だと思う。この作家を愛する読者は、それらの読者に愛されている全くその原因から、この作者の特質である人生的テーマが、現代の複雑な情勢の間で今日ある危機に近づいていることを敏感に知らなければならない。生命の感、などに、世俗的悲惨を乗り越えるに耐える高い意気を持って表現されていた人間としてなすべきことをなす気迫は、女の一生、におて少なからず紛糾し、明らかな方向を示し得ない形で出された。真実一路、に至って、この作者の核心を隠すテーマの曲線は充実した力を失っている。真実一路、の森川義平が、なすべきこととした生き方の内容は、その主観的な考え方で、生命の感、の有村光太郎の行為よりはるかに社会性が低く貧弱化した。真実一路、のこの主人公は、
生涯の終わりにあたって、なすべきと信じてしたことが、現実には誤りの仕切りであったことを告白しうるのみであった。従来の生き方が誤りであったことを自覚したとき、さらに誤りを重ねまいためには破局をもし飲んだ津村教授の熱意はない。この作品で、作者が、ある意味では幸福な人、としている睦子の生涯というものも、誤った人生の発足から虚無的な生活破綻に陥り、ただその壊滅を惚れた男と共にできたというところに、わずかにある意味での幸福がかけられているのである。今、東西朝日に、路傍の石、が連載されているが、山本雄三氏が、どんな新しい意欲と用意とでもって、今日の彼の読者の協定にうずいているいかに生くべきかという問いに答えていくであろうかと興味を覚える。人および芸術家としての幸福とは、果たしてどういうところにあるものであろうか。特に、真理を愛し真実の生活を営むことと、社会の中枢に立って立派に働くこととの間に、ますます核も巨大なる矛盾が現れている今日において、山本雄三氏の道義がこれまで放牧されている地域にあっては、歴史の推移につれて、従来の種類の草だけをいかに気を入れて死の芸術論に言われているようにこちらのものにしても、カルシウムの欠乏はなんとなし顕著に感じられてきている。それは、すでに、女の一生、の中で千佳子が息子のためになすべきことと思ってしたことと、息子がなすべきことと認めたこととの間に社会的価値の評価を示すことが不可能であったことにも現れてきているのである。芸術論の中に言われている通り、芸術はあるものを映すものではなくって、あるべきものを描き出すのであるとすれば、死の芸術が中産階級の生活を変えたとき、その思想や感情が現在あるもののみを映す限度に止まるようなことは、決して作者としての自己に許し得ないところであろうと思う。死をして欠かしめない外部の力があるとすれば、それは、緑を殺し、を書いたこの作者、感想、どこに訴えん、の筆者であるこの作者に、いよいよ切実に、円は正方形をいくつもいくつもきちんと積み重ねていった後に初めてできるように、正義を超えた尊い心境に至る前には、人は幾度か正義を叫ばなければならないもので、途上、あることを思わせているはずである。1937度4、6月。